香港チャンネル。質問が来ております。はい。タレントの中居正広さんが体調不良のため芸能活動を1ヶ月間休養すると発表されたんですが、これについてどう思いますかと。いや、詳しいのは全然知らないんですけれども、報道されてますよね。体調崩されたっていうのがあって、番組休まれたっていうのが、正義の味方終わってから食堂で中居君、キャスターな、キャスター中居を、はい、見てるやん。はい、見てますね。うん、で、昨日やったかな、金スマ。あ、金スマ。はい。金スマを見てたら、ちょっと痩せてはんなと思って、そういうふうな報道があったからそういうふうに見えたかもわからへんけども、本当にね、50歳で働き詰めで、テレビレギュラーが3本でラジオが何本かやられてて、でね、自分で事務所もやっててって言ったら、やっぱり体調管理っていうのも怠ってきて、でどっかでなんか歪みが来たから、この機会やったらしっかり休んで、大きな病いちゃうかったらね、いいんですけども、ただそこだけが危惧するところ で、ね、で50歳の若さやからっていうのがあるやん。だけどいろんな憶測が飛ぶやん、こんな病気ちゃうかとかね、いろいろ。それっていうのはね、タレントさんってやっぱりスマホとかあったら見てまうやん、ほんならこういうふうに言われてるわって言ったら、精神的にわーってなんか変なプレッシャーもかかるから、で見ん方がええと思うし、でそんなこと言うてお前もこれ YouTube で言うとるやんけっていうのは私は違う視線で言わせてもらいますけど、中居君とはね共演ないんちゃうか、あごめん、あった、中居の窓で、ごめん中居の窓、パリーンって言われて、はい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 、あれであって、ほんでそれがあって、ちょっとまして俺な波乗りやってるから、藤沢で波乗りやってる、ほんだ中居君があちらの方の出身で、中学で、で、やんちゃなグループでって、ほんで、俺、サーフショップの店長と、たまたま、辻堂の方の居酒屋入ってん。ほんで、そこが、スマップの、なんかすっごい写真とか、テレビとか、流れてて、なんでかなと言ったら、ほんで、そこのオーナーが、店長、中居君の後輩やん。そこで、一緒に店長とか飲んだりしてて、そこのオーナーと。わーでしょ、ほんでもう帰ろうかなって言ったら、お会いそうって言う。で、払おうとしたら、いや、大丈夫ですって。なんでって言ったら、いや、中居君から全部もらいましたから。で、なんでやねんって、いや、本郷さん来てるって中居君に電話したら、中居君が、いや、もう金取んなと。もう全部こっちがって。じゃあずっと怒ってもうたまま、それから全然怒ってない。年若いのにな、ね、申し訳ないなと思って一回りぐらい違うのに、それやったらもうちょい飲んだよと思いながら、そのことがあって俺はね、勝手に義理を感じてて、そうずっと俺ずっと追い目やで、ずっと借りて、ほんなら番組で一緒ってないからな、まあ、そうなったらね、この前ごちそうさまでしたって言うて、そんなんあるやん、はい、あ全然あれへんから、で連絡先は知らんわけですよ、知らんもん、ね、向こうはあれやん、スターやん。はい。こっち、いや、生えてこっちはベベやん。やりましたわ。芸歴、俺の、同じぐらいかな。そう。そんなんで。だから、そこが、すごい。確かに。それを、ね、これを通して、ありがとうございますって。まあ、一応、店長には言うてんねんけど。はいはい、はい。で、それから、この間、そこで、俺の誕生日会やったんだけど、その時は、連絡してない。そこ連絡せえやんと思いながら。本当ですね、誕生日会。そんなんで。そう、それぐらい会うてないんかな。もう、粋なことするなって思うと、ね、やっぱり、それはな、俺な、ちょっとな。年下やのにとか思ってもいや、なんか、そのね、全部おごるとかじゃなくて、ボトル1本だけ、カミセスとかやったら、なんかまだ、あれですけど、全部おごるって、なかなかすごいですよね、そのぐらい。そうそう、ボトルだけとか、一品だけとか言うのは、それ俺や。ドリンク生一杯だけ俺誰々来てますけど店やってたらプロデューサー誰々来てますけどってかけてくんねんなんかせなあかんかなだから中居君が
たまたまかけたのか、はいはい、その店長がかけたのか、いや、うん、店長がなんか、本郷さん来てますよって言ったと思うのよ、うんうん。だから、それでって思うのよね。でも、中居くんがかけて、いや、本郷さん来てますねって思う。でも、それ、それでも、どっちにしても。でも、それって中居さんの店ではないわけじゃないですか。ないないない。そこがオーナーの店やったらまだなんか、そうそうそう、はい、わかるんですけど。うん、そうやね、うん。ほんまに、なんかずーっとしたから、あの、もうみんな中居くんとか、で読んだりしてんやん、はい、俺あの何鶴瓶さんとやってる、はい、あるやんテレビあの仰天ニュース仰天ニュース、はい、パッと見たら中井さんっていう思ってもらうおいみやんだから早く復帰してそうですね、で中の番組でご一緒して中井くんって言わしてくれそうですね。で、今度ちょっとご飯、こちらごちそうさせてください。そう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 。っていうのもあるけど、ほんまに、そんなんがありまして、まあ、ぜひともね、あの、早く。ゆっくりね、休養して。まあ、早くっちゅうよりか、もう、ほんまに、まあ、1ヶ月。うん。1ヶ月って、若手よ、なんか疲れ溜まったんやろな。まあ、そうですね。ちょっと無理してたところもね、あるんでしょうね。まあ、そういうところ、酒もな、うん、まあでも結構家で一人飲みするみたいな話はね聞いたりしますけど、たまたんじゃん、あの人と会えへんやん、ああこれは、ああああ、それでその流行り病で、ほんで一人で飲んだら、あの飲んでいったらもうガン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 飲んでまうみたいな、そうですね、うん、まあ、そういうところでまあゆっくりしてね、あのぜひとも、はい、もう中居さんっていう。中井さん、そういうところでございます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。